青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 DJ の紅講座です。今回は譜面に書いていない行間を読むというお話をさせていただきたいと思います。譜面上には書ききれないけども、実際うまく聞こえる方はこう弾いてますよという裏技的なお話ですね。はい、はい、湘南ウクレレクラブで2017年の、12月に課題曲になったサンタが街にやってくるというクリスマスソングなんですけども、実はこれ音は切らないです。こう弾いた方がなんか雰囲気出ませんか。これを切るとこれを切らずに、コードの構成音じゃない音が出た時は止めた方がいいんですけども、ピアノのサスティンペダルを踏んだイメージで、音は切らずに、まあもちろん同じ弦で違うフレットを押さえた場合は前の音は消えるんですけども、他の弦の音はそのまま残して、こう弾くといい感じになります。はい、こういう場所もあります。はい、次はですね、さっきとは逆にここは切りますというお話なんですけども、これウェーブという曲なんですけども、そのメロディーの始まり、この1弦開放の音と2弦4フレットの音がハーモニーぶつかるんですね。これをそのまま残しますと、気持ち悪いですよね。で、こういう時気持ち悪くなくさせるには、わかりますかね、この2弦の4フレットを弾く薬指の時に同時にこの1弦にも触れて止める。そうするとメロディーがくっきり表に出てきます。伸ばさずにっていう風な感じで止めます。で、弾くとすごくこのメロディーがくっきりと際立ってきますので、こういう場所では止めるようにしてください。別の弦で押さえるという考え方もありまして、先ほどのこれですね、この1弦の開放の音というのを、4弦の2フレットで同じ音ですね、代用するんですね。そうするとこれで止めなくちゃいけなかったところを止めずにこういう風に弾けるんですね。わかります？と、ありますか？と、止めるのがめんどくさいのでこうやって別の弦でいいところがあればそれを使うと。もう一つ例を出しましょう。わかりますか？音残ってますね。じゃあどうするかというと、このこれを2番目のこの音ですね、1弦の2フレット4弦に持ってきましょう。4弦の4フレット同じ音ですね。これを持ってくるとと弾けるわけなんですね。そういう感じで、違う弦で、弾くようにすると、ミュートしなくても勝手に4弦の4フレットを小指で押さえるときに他の弦をミュートしてくれるんですね。はい、こういうのもうまいこと使っていただいてやっていただくといいと思います。市販の楽譜そういうのを見ますと、これこの指に変えた方がいいな、この指に変えた方がいいなっていうのが結構あるので、皆さんもそういうところ見つけて自分の弾きやすいように、より弾きやすいように、よりいい簡単に
いい音が出る場所っていうのを探すのも面白いと思います。そこから自分なりの演奏スタイルも出てくると思いますので試してみてください。はい、じゃあ最後にですね、譜面に書いていないけども例えば1本しか弾いてなくても他の弦は共鳴しています。共鳴というのは小さい音で鳴ってるものでありまして、こうやってわかりますかね、ここの場所が、小川のせせらぎですね。それから鳥の鳴き声がしてて共鳴の音が聞き取れるかどうかわかんないんですけども、こうやって止めていただくと、まあ皆さんご自分のウクレレでやっていただくといいと思うんですけど、一本弾いて止めると他の弦がブーンって鳴ってるんですね。はい、そういう響きがあるので、ここの場所を押さえるとだけタブ譜でしか、1弦の2フレットを押さえますと言って弾くというふうにしか書いてなくても、そこの上に E7 というコードがあったら気持ち的にはこうなんですね。で、無理なければ弾かなくてもそれを押さえて弾く、もしくはこれだけ弾いてあとは止める、人差し指でミュートしてますよ。これぐらいの音を一つ一つにコードの鳴りの部分も考えて組み立てて弾いていただいたら、今までとちょっと違う、本当に微妙な感じなんですけども、これが第一歩、第一段上に上がる、弾き方になるんではないかなと思います。ちょっとそういうところまで考えて弾いてみてください。今回はちょっと難しい講座になりましたが、譜面に書かれていない行間を読むという話なので、初心者の方にはちょっとまだ早いかもわかんないですけど、そういうお話をさせていただきました。 DJ のウクレレ講座はまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音、気持ちが癒される。土に染みて消えてゆく、表に残らない。静かにゆっくり時を待つ。